皆さんこんにちは、ヒロです。皆さん、こんな経験がありませんか？試験の時はちゃんと日本語を聞くことができるのに、実際日本人と話すとなると全く何を言ってるのかわからない。ベトナム料理って本当に美味しいものが多いね。おっと、僕本当に好きだな。ところで、君はどんな料理が好きなの？そうですね、今日は皆さんに日本語が聞けない時に使える便利なフレーズを普通の表現とカジュアルな表現で紹介したいと思います。この表現を使えたらもう日本人と話すの怖くないですよ。日本人と話すと話すスピードがめちゃくちゃ速い人がいますよね。そんな時はこのフレーズを使ってください。もう少しゆっくり話してもらえませんか？もう少しゆっくり話してもらえませんか？もう少しゆっくり話してもらえませんか？これを言うことで相手は話のスピードを少し遅くしてくれます。そしてカジュアルな表現も一緒に見ていきましょう。もう少しゆっくり話してくれる？もう少しゆっくり話してくれる？もう少しゆっくり話してくれる？相手がゆっくり話してくれても難しい言葉を使ってたらなかなかわからないですよね。そういう時はこんな風に言ってください。もう少し簡単に話してもらえませんか？もう少し簡単に話してもらえませんか？もう少し簡単に話してもらえませんか？こういうことで相手はゆっくり、そして簡単に話してくれるはずです。他の表現も見ていきましょう。もうちょっと簡単に話してもらえる？もうちょっと簡単に話してもらえる？もうちょっと簡単に話してもらえる？ゆっくり、そして簡単に話してもらえたけど、どうしてもわからない時ってありますよね。その時はこの表現を使ってください。もう一度言ってもらえませんか？もう一度言ってもらえませんか？もう一度言ってもらえませんか？より丁寧な表現を使いたいなら、もう一度言っていただけませんか？もう一度言っていただけませんか？もう一度言っていただけませんか？カジュアルな表現は、もう一回言って。もう一回言って。もう一回言って。わからない時があったら、慌てずにさっき紹介した表現を使ってください。そして、どうしてもわからない時、最後の手段があります。それがこちらです。さっき言ったことを紙に書いてもらえませんか？さっき言ったことを紙に書いてもらえませんか？さっき言ったことを紙に書いてもらえませんか？実際に書いてもらうことで相手が何を言いたいのかわかりますよね。日本人と話すときに大事なことは相手に聞くことを恐れないことです。会話を楽しんでください。続いては相手が何かを話したけど、そのときに自分が集中してなくて聞けなかったときに使える言葉です。今なんて言いましたか？今なんて言いましたか？今なんて言いましたか？こういう風に聞き返してください。そして日本人はカジュアルの時こんな表現を使います。なんで？なんで？なんで？めちゃくちゃシンプルですよね。ぜひこの表現も覚えておいてください。日本語とベトナム語はもちろん
全然違う言語なので、はっきり聞き取れたとしても意味がわからない時ありますよね。そんな時はこの表現を使ってください。ごめんなさい、どういう意味ですか？ごめんなさい、どういう意味ですか？ごめんなさい、どういう意味ですか？そして日本人はこんな表現を使います。ごめん、ちょっと意味わかんない。ごめん、ちょっと意味わかんない。ごめん、ちょっと意味わかんない。そして自分ではなんとなくわかったけど、もう少し説明が欲しいとき、この表現を使うようにしましょう。もう少し詳しく説明してもらえませんか？もう少し詳しく説明してもらえませんか？もう少し詳しく説明してもらえませんか？日本人の中にはいろいろな人がいるんです。声が大きい人、そして中には声が小さい人もいるんですね。声が小さいとなかなか聞くことができませんよね。そういう時はこの表現を使ってください。もう少し大きな声で話してもらえませんか？もう少し大きな声で話してもらえませんか？もう少し大きな声で話してもらえませんか？これでより聞きやすくなると思います。今日は日本語が聞き取れない時に使える便利なフレーズを紹介しました。もちろん最初から誰でも上手に話せるわけではありません。日本人と話した時に聞けないことだってよくあるんですね。そんな時も恐れずにちゃんと相手に聞いてみてください。そうすることでより日本語が上手になると思います。ミスを恐れずに頑張ってくださいね。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。